キリトくん。びっくりしたかな。さ、じゃあどんなお話しよっか。そういえばね、今日私と同じくらいの年の子がバイトしてるのを見かけたの。私もバイトしてみたいなって思ったよ。禁止されてるからダメなんだけどね。仮にできたとしたら、ケーキ屋さんとか可愛くていいかも。キリト君はどう思う？似合いそう？ありがとう。キリト君、なんだかうとうとしてるよ。眠たいの？膝枕してあげる。なんだか子供みたいだね。最近お疲れ気味だもんね。よしよし。キリト君、もっと見つめ合いたいな。ずっと見ていたいだなんて、恥ずかしいけど、うん、嬉しいよ。そろそろ膝枕はおしまいだよ。君の瞳、綺麗だよ。もう、ちゃんと聞いて！だってほら、普通は、君の瞳、綺麗だよ。それでさ、だってほら、普通は、子供とかにしてあげるものでしょ？誰の子供かって？もう、キリト君たら何を言わせるの？もちろん、キリト君と私の子供だよ。ユイちゃんも兄弟が欲しいって思ってるだろうしね。キリト君となら、私、温かい家庭が作れると思うよ。なんてね、なんだかプロポーズみたいだね。まだ将来のことはわからないけど、ずっと一緒にいたい。その気持ちは、キリト君、好きだよ。もう一度最初から話すね。その気持ちは、どんな未来が来ても、もう何？もう。その気持ちは、どんな未来が来ても、絶対に変わることはないよ。いけない！もうこんな時間なんだ。今日はこの辺でログアウトしよっか。じゃあ、記念に撮影しようよ。何の記念かって？いいの。それじゃあ撮るね。はい、チーズ。うん、バッチリだよ。じゃあ、おやすみなさい。
うしたの？キリト君、好きだよ。どうしたの？変な写真にならなければいいけど。キリト君、好きだよ。キリト君を独り占めしてるみたい。どうしたの？よしよし。